皆さんこんにちは、ペストでございます。横山物語続きやっていきましょう。では春場所の本場所開始でございます。番付こんな感じですね。あんまり変わってないよな。上がね、詰まるとこれが起こるんですよね。はい、ここ町さんで、ケアゲさん、いきなり大関とケアさんですね。三条さんは相変わらず機関車と思います。おじさん、ああ小結びの氷川さんと当たりますね。久世さんは奥武蔵さん、はい、おっと、はい、初日なんで全員見ましょう。六角さん、花と勝ちさんが初日のお相手になります。猫だましから応募していた、寄れない。パワーが残った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 。おお、とたりか今のは小手投げ。六角さん敗れました。さあ、ここからは中入り後ですね。まず五本町さん、東崎森さんですね。お、気づけば前頭が6枚目。まあ、ガウリュウさんもね出てきてるから、ちょっと上位陣をね崩すあれが楽しみにはなってるんですけどね。先場所は点でダメでしたよね、ガウリュウさんね。おお、首投げ、綺麗な首投げ決まりました。追い込んでからか。はい、北おじさん、小結びの氷川さんが初日のお相手になります。残った。さあ、もろ差しから、よいしょ。お、釣った。久々に釣りを見た。北おじさんの追い込んで、そのまま、お、危ない。いいよ、もう危なかった。今追い込んでからの首投げかと思った。そのまま寄り切る、セーフ。はい、次木上さん、大関の慶波さんが初日の相手になります。残った。お、絞り込んでからそのまま差し替えて寄っていく。切り返しがあるからね、ケイハさんの場合。残った。ああ、一個で、おっと、取ったり失敗。残った。いいことですね、相手に相撲させないのはね。残った。あー、でも寄ってきた。おー、3つきた。残った。おー、押された。あー、そのまま寄っちゃった。蹴上げさん初日敗れました。久世さん、奥武蔵さんとですね。まだ仕掛けない。巻き返してからのより投げんのかなと思った。押し出した。久世さん初日出ました。三条さんは、前頭5枚目若青葉さんですね。危ない、いきなり足技仕掛けてきましたね。追い込んでからの、おっと、あ、
危ない下手投げで出されるとこでしたね。タイマシタ三条さん、片桐さんは前頭6枚目ひよまさんが初日の相手ですね。残った一気についていく3つをそのまま相撲させないままね、横綱の貫禄ですね。けあげさんと、けあげさんだけか負けたのは。ああ、まあ六角さんもね負けちゃってますけど、はい。多賀錦さん、鳴門波さん、竹野内さんで、たまちゃん、氷川さんが敗れたと。はい、では2日目いきます。あ、木揚さん今日は鳴門波さんね。片桐さんも全然言うこと聞かないね。さあ、たまちゃんね、確かに足技がいやらしいですよね。はい、六角さんは門松さんとですね。2日目からはちょっと端折っていきますね、いつものように。五子町さんは影郎さん、前頭7枚目同士でしたね。はい、北大路さんは、関脇のたまちゃんですね。たまちゃん先場所はね優勝戦線加わってきてましたけど、今場所はいきなり黒星からのスタートでしたね。あー、北大路さん寄りました。はい、木揚さんは鳴門波さんの初日黒星やったね。小手投げが嫌だね。よくやられるという姿見えますけどね、我々の部屋の力士は。残った。おお、寄っていく。残った。寄り返す。残った。差し替えたい。差し替わらない。切り返し失敗。残った。おお、小手投げきましたね。おお、下手投げし、これもこらえられるのか。追い込まれる。一歩手前入った。ああ、追い込んできた。残った。ああ、ダメだこれ。残った。取ったり。ああ、残念。ああ、でも寄り返した。もう一丁来るか。おお、ここで狙われてました。小手投げ、木揚さん2連敗。さあ、久世さんはヒューマさんですね。これはパスします。上もそうですね、荒井日高さんで、片桐さんは奥武蔵さんということですね。さあ、三役は順調ですね。三役というか上位3人ね。あとはまあ荒藤さんも強いね。木揚さん2連敗で、北大さんがね、上がってきて、ああ、五子町さん上手出し投げでやられてる。六角さん初日出ましたね。たまちゃんだけね2連敗なんですね。では3日目いきます。上手投げね、荒藤さんはそうですね。片桐さん全然ダメ、言うこと聞いてくれない。さあ、北大路さん三役ね、結構倒してってますけど、今日は小結竹野内さんでしたね。さあ、六角さんは2連勝中の神田川さん、重量落ちると強いからね。小町さんは2連勝中の山吹さん、あ、まあ、重量ヒットまでいってるんですけどね、8つ目まで下がりましたね。さあ、北大路さんは小結竹野内さんですね。残った。寄っ
っていく、もろ差しから残った。今度は突きに変えた。もう一丁、3ついった。そのままいけるか。あー、いかない。あー、上手出し投げ、追い込んでから食らっちゃった。はい、木上さんは関脇、荒星さん、木上さん何気にね、荒星さんには強いんですけど、あー、今日は決められた。木上さん3連敗。久世さん、若青葉さんですね。これはちょっとパスしますね。上位3人は三女さん、奥武蔵さんで、片木原さんは荒日高さん。そうかね、竹野口さんにはやられちゃいましたね。で、小駒さんは寄り切って、山吹さん、あ、そうか、山吹さんごめんなさいね、十両の8番目だと思ってた。違いますね、前頭の8番目でしたね。で、六角さんは、あ、神田川さんやっつけましたね。はい、トータルまた4日目にきっちり見たいと思います。その4日目に入ります。さあ、小駒さんは大関の高西樹さん、木上さん、おっと、片木原さんと当たる。お、今日は言うこと聞いた片木原さん。おお、久世さんもだ、奇跡だね。飛びの声さんはね、バラついてるからね。はい、六角さんは2勝1敗同士で、桂花さん、北大路さん1勝2敗、青龍山さんですね。大駒さん、大関高錦さんと2勝1敗同士での1番となります。残った。お、寄っていく寄っていく。残った。ああ、より返してきた。残った。追い込むまでいかないね、やっぱり。2ついてくれれば。あ、2ついた、追い込んだ。そのままいかない。もう一回打って、あー、食らった、下手出し投げ。はい、久世さんは小結び、飛天翔さんですね。お相手は1勝2敗。残っちゃう。4大関3関脇4小結びでね、渋滞が続いてる状態がね、かれこれ半年続いとるわけなんですけどね。さあ、久世さんも大関キープのままね、なんとか行きたいですね。はい、三条さんは友永田さんですね。これはちょっとパスします。で、片木原さんと木上さん同門対決。木上さんがね、今場所ちょっと不調、もうすでに3連敗中。集中力上げるべきだったんかな。残った。ああ、一気に追い込まれる。そのまま、いやあ、粘った。お、うまい、絞り込み使ってきましたね。ああ、突き倒された。小松さんね、惜しかったね。で、北尾おじさんはより倒しで、六角さんちょっとまた破れちゃってる。4日目終了しましたね。片木原さん、三条さん、久世さん4連勝。まあ4連勝たくさんいますね。立和さん、慶葉さん、荒藤さんね。あ、三役他もね、3勝1敗。まあ玉ちゃんだけ2勝2敗か。木上さんが4連敗、北本さんが3勝1敗。
敗、小熊さん2勝2敗、六角さん2勝2敗というところですね。5日目いきまーす。おお、アラブさんと当たる。木上さん、あ、クセさんね。三条さんと当たんなかったね。この辺は買っときたいね、北尾さん。はい、六角さんは3勝1敗の若しぐれさんとの一番になりますね。北尾さん4連敗中の浦風さんとの対決。五駒さん4連勝中関脇荒藤さんとの一番です。残っちゃう今場所荒藤さんね、好調だね。あー、素早い。あー、綺麗な上手投げで5連勝。久世さん、ケアゲさん、同門対決。ケアゲさんがね、4連敗なんですよね。あ、外もそう。ああ、久世さんの首投げだ。三条さん、4連敗中の朝日誉さん、これパスしますね。片桐さんは1勝3敗、小結非天翔さん、あ、そうか、非天翔さんだけね、大きく負けが入ってるんですね。張り出しだからね、陥落してくれたらいいんだけどね。おー、張り手一発。片桐さん、いかったか。残った。相変わらずね、アクティブに動いていますね。さあ、隙をついて、ついでいく。押しが入った。もう一回かわす。追い込むんだけどね、もう一度行きたい。さあ、もう一回追い込んだ。ああ、送り出しこらえる。危なかった。狙われてましたね。けたぎり失敗。さあ、そのままもうすぐなんだけど、なかなかアクティブに動くせいか決めれない。突き出した。新勝という言葉がね、見つかわしいかもしれないですけどね。五駒さんがね、サクッとやられちゃいましたね。北尾さんは寄り切って勝ち。あ、六角さんも若しぐれさんだとまだ厳しいか。はい、6日目いきまーす。あ、ナルトナミさんですね。キアゲさんは立ち風さん。おお、片桐さん結構言うこと聞くね。今場所はさすがに星9つあっただけある。はい、六角さん、完売さんですね。YT1 勝4敗。北尾寺さんは高永さんですね。YT は2勝3敗。小熊さん、関脇ナルトナミさんとの一番になります。YT は4勝1敗。小手投げあっさり。はい、久世さんは1勝4敗の友永さん。木上さん、大関5連勝中、立ち勝さんと1番になります。あー、これも瞬殺か。6連敗。三条さん、小結非天翔さんですね。相手1勝4敗。残っちゃう。
残った。さあ、がっつり組んで先に押し、言ったのは三条さん。ああ、でも非転生さんアクティブに押し返してくる。うん、よくこらえるね、非転生さん。追い込んでそのまま寄った。はい、片桐さんは朝日誉さんですね。これはパスします。うん、久世さん上手出し投げね。あ、ケハさん敗れてる。荒藤さんがね全勝中ですよね。大小町さんは小手投げね。ナルトナミさんの得意技でやれてますね。で、北尾さんは高輪さんを寄り切ってます。六角さんは、あ、上手投げで完売さんにやられちゃってるんだね。はい、6日目終了しました。片桐さん、三条さん、久世さん6連勝。他6連勝は立風さんと、あ、やっぱり荒藤さんが出てくるね。で、5勝1敗が見えてるだけで1、2、3、4で、北尾さん入れて5、ガリューさんも、あ、5勝1敗か、6人、木上さん6連敗、五駒さん2勝4敗、六角さん2勝4敗というところですね。7日目いきましょう。あ、サジオさん、アロフィさんと7日目に当たりましたね。あ、稲城さんは押してよし投げてよしだったんですね。はい、六角さん、沼津田さんと2勝4敗同士の一番。小町さん1勝5敗の荒日高さん。北尾さん、こちらも1勝5敗、猪苗代さん。木上さん、浦和さん、6連敗同士の一番。今日は勝ちたいね。久手さん、大関同士の一番になりました。慶波さんがお相手ですね。現在5勝1敗というところですね。意外とね、ケハさん相手でも苦しむよね、クルさんは。残った。さあ、クルさんは寄る。取ったり決めた。久世さんの勝ち、7連勝。さあ、三条さん、ここで荒藤さんと激突します。6連勝同士の一番になります。さあ、過去の対戦はね、全然荒藤さんの圧巻してたんですけどね、今場所はどうかな。ちょっとだいぶ力つけてきたご様子なんでね。わあ、たかれた。荒藤さんに敗れました。さあ、片桐さん、関脇の鳴門波さん、今場所好調、5勝1敗です。残った。雲と小手投げが出るよ。追い込んだ、そのまま突き出した。片桐さんは全勝キープ。木上さんもやっと初日出ましたね。で、北尾さん勝ち。ガリュウさんがやっぱり急に力つけてきましたね。で、五駒町さんは首投げ得意技ですね。で、六角さんは突き出しで負けと。全勝は今のところ片桐さんと久世さんは全勝で、田地川さんと荒藤さんですね、 7-0 はいない。ガリュウさんも1個負けが入ってますからね、6勝1敗が見えてるだけで 1,2,3,4 人というところかな。下もいないね。
はい、では前半戦ラスト行きたいと思います。4日目に入ります。4勝3敗の浅野方さんがお相手になりますね。五駒さんもピリッとしないね、お相手は2勝5敗の若尾さん。北王子さん、不破のクイーンさんですね、お相手4勝3敗。木上さん、青龍山さんと1勝6敗と勝1番。久世さん、勝ち越しかかってますけど、お相手は5勝2敗の鳴戸奈美さんとの1番です。残った、おお、追い込んでからのスクイーン投げか。久世さん8連勝勝ち越し。さ、三条さんは大関の高錦さん、お相手は5勝2敗。おお、突き一発一点と相撲を押し出す。相手に相撲させませんでした。片桐さんも勝ち越しかかってますが5勝2敗。まずまず好調、桂波さんとの一番。蹴り失敗。キャスさん粘りますね。お、危ない、とったりだね今の。ようやく勝ちましたね、突き出して8連勝。時間かかったな。はい、木上さん、北王子さんも勝ち、あ、五駒さんが負けちゃってるね。で、六角さんもなんとか勝ちましたね。はい、前半戦終了しました。片桐原さん、久世さんが、8連勝で7勝1敗で三条さんで、全勝はあとは他の力士で言うと荒星さんが8連勝ね。で、木上さん2勝6敗、北王子さん7勝1敗、五駒さん3勝5敗、六角さんも3勝5敗というところですね。はい、では9日目といきたいんですけども、また後半戦は次回にさせていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。